なんとまあ神秘的な話でしょう。すごいよね、これね。しかもこの入った時のこの感動。これはすげえよな、やっぱ。あ、すげえ。月が、あらゆる月が周りを回ってますね。これは幻想的。ディズニーの世界だな、すげえわ。建物もすごい綺麗。私はイシュマウリ、月の光のもとに生きる者。私の世界へようこそ。合うな。どうもこんばんは、イシュマウリさん。ここに人間が来るのは随分久しぶりだ。月の世界へようこそ、お客人。さて、いかなる願いが月影の窓を開いたのか、君たちの靴に聞いてみよう。靴ですか？アスカンタの王が生きながら死者に会いたいと、そう願っていると。おや、驚いた顔をしている。ああ、説明をしていなかったね。昼の光のもと生きる子よ。記憶は人だけのものとお思いか？その服も家々も家具も、この空も大地も、皆過ぎてゆく日々を覚えている。物言わぬ彼らはじっと抱えた思い出を夢見ながらまどろんでいるのだ。その夢、記憶を月の光は形にすることができる。死んだ人間を生き返らせることはできないが、君たちの力にはなれるだろう。さあ、私を城へ、嘆く王のもとへ連れて行っておくれ。なんとまあ幻想的な話でしょうか。それにしても不思議ですよね。例えばだけど、このパターンだったら、もしその王の願いを聞きたくば、西のドラゴンを倒してみせよみたいなね。条件を突きつけられるパターンが多いと思うんですけどね。無条件で助けてくれるっていうのはあまりないよね、多分。イシュマウリさん、やっぱ住んでる場所もそうだけど、あまりに幻想的すぎるよな。存在も言うこともすげえ、一発でアスカンタ城まで。嘆きに沈む者よ、かつてこの部屋に刻まれた面影を月の光のもと再び蘇らせよ。あれ？デイジー姫に見えてきたぞ。あれ？幻？いや違う、覚えている。これは、君は来たの、あなた。どうしたの、あなた。シゼル、
会いたかった。あれから2年、ずっと君のことばかり考えていたんだ。まだ今朝のお触れのことを気にしているの？大丈夫、あなたの判断は正しいわ。あなたは優しすぎるのね。でも時には厳しい決断も必要。みんなあなたを信じてる。あなたがちゃんとしなくちゃ。アスカンタはあなたの国ですもの。王が王妃を思う気持ちもなんかわかる気がしますね。すごいしっかり支えてくれてるもんな、王の立場からすればね。この方が亡くなったら沈む気持ちもわかるな。ねえねえ聞いて、宿屋の犬に子犬が生まれたのよ。私たちに名前をつけてほしいって。あれは僕。そうだ、覚えてる。一昨年の春だ、宿屋に子犬が。君は何かいい名前を考えてるんじゃないかい？私のは秘密。どうして？君が考えついたのならその名前がいいよ。教えてくれ。あなただってちゃんと思いついたんでしょ、子犬の名前。でもそれじゃあ君が。バカね、パパ。あなたが決めた名前が世界中で一番いいに決まってるわ。私の王様、自分の思う通りにしていいのよ。あなたは賢くて優しい人。私が考えてたのはあなたが決めた名前にしようって、それだけよ。そうだ、彼女はいつだってああして僕を励ましていてくれた。シセル、君はどうして。シセル、どうして君はそんなに強いんだい。お母様がいるからよ。母上？だって君の母上はずいぶん前に亡くなったと。私も本当は弱虫でダメな子だったの。いつもお母様に励まされてた。お母様が亡くなって悲しくて寂しくて、でもこう考えたの。私が弱虫に戻ったらお母様は本当にいなくなってしまう。お母様が最初からいなかったのと同じことになってしまうわ。励まされた言葉、お母様が教えてくれたこと、その示す通りに頑張ろうって。そうすれば私の中にお母様はいつまでも生きてるの。ずっと。シセル、僕も君のように。ねえ、テラスへ出ない？今日はいい天気ですもの。きっと風が気持ちいいわ。あなたの国がすっかり見渡せるわ、パバ。アスカンタは美しい国ね。ああ、そうだね。シセル、そうだね。私の王様、みんなが笑って暮らせるように、あなたが。覚えてるよ、君が教えてくれたこと全て。僕の胸の中に生きてる。すまないシセル。
やっと目が覚めた。ずっと心配をかけてごめん。長い長い悪夢からようやく目が覚めたんだ。シセルが僕に教えてくれたこと、もう二度と忘れはしまい。夢のような出来事だが、僕は信じます。ありがとう。皆さんとキラのおかげで僕はようやく長い悪夢から覚めた。これからは王の務めに励みます。本当にありがとう。もしこの先何か困ったことがあったら、いつでも言ってください。必ずその時は僕があなた方の力になります。約束します。では皆さん、どうぞこれからの旅もお気をつけて。またいつでも遊びに来てください。自分が思う頭いい人って、学んだことを活かせる人だっていう風に結構思ってて、まあ持論なんですけど、これは。まさにシセルさんがそうでしたね。数式が解けるとか、答えを導き出せるとか、そういうのが頭がいいっていうんじゃなくて、自分が学んだことから活かせる人、まさにその典型だったかなっていう風に、今ムービー見てて思いましたね。うん、そしてそれを思い出すことができた。ではこのパワン王は本当に幸せな人ですよね。あと気になった、どんなお触れ出したんだろうな。やっぱ税関連なのかな、どうなんだろうな。まあそこら辺はいいか、気になるところではありますが、ということでですね、まあ今回はここで終わりたいと思います。多分アスカンタ城はね、これでもう終わりだったと思うんだよね。どうなんだろう、まだあんのかな。ちょっと外出てみましょうか。一応終わる予定です。ヤンガスたちがどんなことを喋ってくれるかもちょっと気になるんだよね。このムービーを見た後、仲間たちがどんな反応リアクションを見せてくれるのか。これ多分頭ぶつけるな。ここら辺なら大丈夫そう。パルミド、そう、パルミドにはもう行けるようにしてあるんだ。あ、出た、書き消されます。そっか、一回外に出てあれだ、トロデさんたちとお話しするんだな。さっきの流れ的に行けば多分そういうことだ。あ、話聞かずとも勝手に喋ってくれそう。ええの、お前たちはパバン王から盛大にもてなされて楽しそうじゃの。いじけんなよ。いい年こいて。きっとごちそうや酒もいっぱい振る舞われたんじゃろうな。うらやましいの。その間わしと姫は町の外で待ちぼうけじゃ。おっさんの気持ち足にはわかるでガスよ。そりゃおっさんだってまともな姿だったら町に入って酒の一つも飲みたいでガシューよ。あっしも昔っから見かけの悪さで苦労したもんでさ。だからわかりやす。ヤンガスのちっちゃい時可愛い感じだったよね。なあ兄貴、この大陸の南の方にあるあっしが以前住んでた町に寄ってきやせんか。パルミドって小汚い町ですが、
これがどんなよそもんでも受け入れる懐の深いところでしてね。そこならおっさんも安心して中に入れると思うんでがすよ。なるほどね。それにこれからドルマゲスを探そうってのに何の手がかりもないでげしょ。あの町には足なじみの優秀な情報屋がいるんで、野郎の行方もきっとつかめるはず。こりゃ一石二鳥でがす。さあ南へ向かって突き進み、パルミドへ行くでがすよ。はい、ということでパルミドに向かうことになりました。なんかドドリアに見えてきたな。これはみんなもう前から思ってたかもしんないけど、ドドリアに見えてきたな。はい、ということでですね、以上アスカンタ寮でのイベントなどなどでございました。次回からねパルミドで情報やドルマゲスの情報を聞くっていう形になりそうです。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。